いきます。本番まで5秒前。4、3、2、1。エンタメ、ヒーチーン。イエーイ。若干こうネット回線の時差があるのがいいですね。なんかはい、もうなんかネット環境によりこういう感じでお送りしていきたいと思います。それで改めまして、初めまして、よろしくお願いします。今日は初めまして、お願いします。ちょっと最初だけなんですけど、僕がこうやってちょっと喋るのも、はいはい、早速なんですけれども、このエンタメティーチンはですね、はい、進行役をじゃんけんで決めるみたいなんですよ。なのでもういきなりですが、もう3人でじゃんけんをして、そこから進行役をの方はもう進行していただいて、それに沿って進めていくっていうことでございます。勝った方が進行ですか？まあもうここはもう男気じゃんけんということで、勝った方が進行ということにさせて。なるほど、わかりました。勝つよ、行きましょうか。もうじゃんけん、じゃあ僕が取りますね。温度すみません、行きます。ありがとうございます。はい、最初はグーじゃんけんぽい。うわ、僕グー出しました。遠藤くん次何出すかな？次じゃあ僕チョキ出しますね。オッケーオッケーオッケー、はい、はい、いいよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。負けたー。残念だ。いやー、個人的には松浦さんの司会も見たかったですけどね。スタッフさんから、はい、勘弁してくださいって厳重に注意が出たんで、はい、遠藤くん司会頑張ってください。わかりました。はい、お願いします。すいません、ちょっと拙い進行になると思うんですが、本日進行を務めさせていただきます、遠藤裕也でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあちょっと台本読んでいきますよ。このエンタメティーチンとは、私たち、俳優、アーティスト、監督、文化人などが、それぞれ PR したい作品を紹介したり、楽しくおしゃべりするコンテンツでございます。イエー、はい、ありがとうございます。はい、ではまず自己紹介を、じゃあ森崎さんから、お願いいたします。はい、改めまして森崎ウィンです。よろしくお願いします。今回はですね、僕の主演映画なんですけれども、僕と彼女とラリーと、主演の北村大河役で参加しています。そちらの作品を PR しに来ました。よろしくお願いします。よっ、お盛り上げすごい。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは一番盛り上がっている松浦さん、自己紹介お願いします。はい、初めまして皆様、お元気ですか？埼玉県は所沢市からやってまいりました。松田優と申します。私はですね、文化人の枠で、今回、登場させていただきました。俳優部でしょ？大体遠藤くんがやってくれると思うんで、遠藤くんよろしくお願いします。はい、遠藤くん、自己紹介の方をね、一つ。ありがとうございます。よっ、はい、本日はですね、映画小野田一万夜を超えてという映画の PR で、来させていただきました遠藤裕也と申します。よありがとうございます。ありがとう、カンヌ。ありがとうございます。はい、短い間ですが、本日はよろしくお願いいたします。はい、まあということで、はい、松浦さん、ありがとうございます。スタッフの方が映り込んでるという、もう映り込んでる。はい、ということで、まあ、まあ今日ね、まあ小野田では、まあ僕と松浦さんも共演させていただいて、お互いよく、人となりは知っているんですけれども、はい、まあ、森崎さんは、松浦さんも僕も初めましてですね。初めましてですね。ああ、はい、もう森崎さんといえば、まあ、僕はスピルバーグの映画で、ありがとうございます、わーっていうのをね、ガンダム乗ってたよ。あ、あれ。いや、見ました見ました。ありがとうございます。すみません。最高でしたよ。いや、ありがとうございます。いや、あとほら、遠藤君、はい、深田さんのでも。あ、深田浩二監督の。はい、深田浩二監督の、はい。タイトルなんだっけ？本気の印ですね。本気の印。はい。本気の印か。あれ見てないの？遠藤君。見てないです。
お前それはダメだよ。チェックします。やべやべ、めちゃくちゃいいから。めちゃくちゃいいから。あの本当にあの森崎さんの本気の印、うん、見てください。めちゃくちゃいいです。いや、めちゃくちゃいいですか。ありがとうございます。あのね、はい、びっくりする。俺ね、あの花火のシーン、はい、あの、うん、マンションのところ、あ、はい、大好きです。わー、ありがとうございます。そしてこの彼女とね、ラリーと、ね、ラリーと、僕と彼女とラリーと、僕と彼女とラリーと楽しみ。そうですね、今回主演ということで。はい、そうです、はい、おー、そうです。見てください。まあ一応あれですね、作品の紹介はあの次のコーナーで。ごめんなさい、もう全部松浦さんめちゃくちゃ持っていかれるんですけど、僕なんか。俺台本無視してた。お前台本無視してたよ。もう台本合ってないようなものです。ああ、すみません。はい。いや、あの森崎さんはおいくつなんですか。僕今年31になりました。あ、もっと若いかと思ってた。なんかね、見た目がすごい若いから。ね、今ちょっとなんかしっかりされてますけど。いやいや、ありがとうございます。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい。松浦さんおいくつでしたっけ。僕ね、40になりました。そこはちゃんと言うのね。そこボケないんだ。あれ、遠藤くんいくつ。僕、34です。あ、じゃあ近いんだ。近いよ、そうですね、はい、はい、ポケモン見て。あ、もうまさにそうですよ。そうだよね。僕全然見てなかったんですよね、ポケモン。見てなかったの。全然見てなかったんですよね。あの、10歳までミャンマーにいて、ポケモン。あ、そうなんですよ、入ってこない。そうなんですね。そうなんですよ、はい。公用語はじゃあ英語なわけですか。あ、いや、英語じゃないんですよ。ミャンマー語っていうのが別に。ミャンマー語がある。オリジナルの言葉がありまして、はい、その言葉を喋るんですけれども。え、じゃああれなんですか、その、はい、ハリウッドやるときは英語は勉強されたんですか。そうですね、まあもともとちょっと勉強してて、それはあるんですけど、でもそんなに仕事するほどの英語力もそんななくて、でもまたゼロからもう一回勉強してっていう感じですね。はい、もともとね、なんか喋、はい、れるのかなってなんか勝手に思ってました。もともとちょっとは喋れるんですけど、あとやっぱこう、ミャンマーって言葉のその発音のなんていうんですかね、アイウェオとかそのあれ50音がめちゃくちゃ多いんですよ。多いので、まあ発音がそのちっちゃい時からちょっと発音がいい方に入るかなっていうのが。あ、じゃあ英語が入りやすかったというか、はい、入りやすかったっていうのもありますね。そうです。あれ、遠藤さんは出身どちらですか。先ほどなんか松浦さんは、はい、埼玉県のところじゃなくて、ね、はい、もう全然俺の話聞いてないですよね。ま、松浦さんちゃんと参加してくださいね。隣でめっちゃスタッフさん。いやー、勉強になるね。聞いてました今。さすがだよ。あ、なるほど。完全にもう最高だな、もう。いや、はい、なるほど。10歳までミャンマーで、はい、で英語を勉強してハリウッドに行かれて、はい、で、まあ、遠藤くんは、片や遠藤くんはね、片や僕はもう神奈川県の厚木っていう田舎ですから、ね、厚木だよ。あの、松浦さんの埼玉県所沢とあんま変わんないってね。あの、次行きましょう。あ、行きましょう。あ、出てきました。はい、から皆様、はい、きっかけ出ました。きっかけ出たよ。 ありがとうございます。じゃあちょっと次行かせていただきますね。はい、どうぞ。はい、質問コーナーがあるらしくて、はい、じゃあここで質問コーナーです。あー、はい、私たち3人へ共通の質問が来ていますので、うん、順番に答えていきましょう。誰が質問したんだ。はい、行きます。あなたは、明日24時間あなたが望む誰かに会うことができます、はい、誰に会って何をしたいですかということです。あ、じゃあどちらが行きますか。答え出ました。あ、じゃあ僕から。あ、ありがとうございます。じゃあ森崎さんから。まあちょっとこれは結構リアルな話になっちゃうんですけど、はいはい、うん、あのリアルに今ミャンマーにいるおばあちゃんと母親に一回会いたいっすね。いい話だ。なんか今しばらく母国に帰れてなくて、うんうん、なんかまあ地元にちょっと一回帰りたいなっていうのはちょっとあります。まあこういうコロナという今のご時世もありますし、まあ今ミャンマーいろんな意味で情勢的にもすごく不安定なところがあるので、うん、そうだよね、うん、はい、まあそれも、まあでもなんかその全然いつかは絶対帰れるって信じてるしっていうことも、まあ願いを込めてここで会えて言うっていうことですね、うん、
さい。なるほど。森崎さん、最後に会ったのいつ？最後に会ったのでも去年のコロナが本当に全世界をこうしんなんていうか浸透する前直前ぐらいだったんで、うん、去年の1月とか2月に一瞬行って、でもその時向こうで電話しかできなかったんです。だから直接会ったのって多分もう一昨年とかですね、僕。はい、そう。そうなんですよ。はい、いや、早くね、なんか収束してね、自由に聞きできる。ああ、本当に本当に。早くね。そうなんですよね。本当に。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ま、松浦さん、お聞きしていいですか？おお、じゃあ、遠藤くんどうぞ。え？あ、僕からですか？あ、僕、いや、僕から言いたいんですけど、遠藤くん言った方がいいよ。はい。うん、いやこれねすごい難しい質問だなと思って。そうですよ ね、 結構、はい、生きてる人でも死んでる人でもいいのかい？いいんじゃないですか、うん、あ死んでる人でもいいの、はい、わかんないですけどね、 いいんじゃないですか。ああなるほどね。いやこれねちょっと寒いかもしれないんですけど、うん、寒くないよありがとうございますこれはねやっぱこう自分に会いたいですね。いつの自分ですか？自分合ってんじゃん。いや自分に合って自分を取材して自分を客観視したいですね。今の現在今のそれを見てやっぱちゃんとねあの自分の欠点とかをね見つめてですねちゃんとこう直すとこ直していきたいなっていうところありますね。結構ね、僕、そうなんですよ、はい。だから親族とかも常に会いたいタイプなんですけど、はい、結構すぐ帰れちゃうんですよね、神奈川とか。ああ、まあそうですね。近いですよね。はい。別にいいじゃん。すごい難しいなと思って。なるほどね。はい。すいません、ちょっとなんか、まあ、気の利いたこと言えず、すいません。さすがですね、やっぱご両親に対する思いを、やっぱちゃんと持ち続けてる、森崎さん。そして、常に自分を客観視して、そして切磋琢磨していきたいというね、こういう気持ちを持ち続けてる俳優的なね、遠藤優也。ありがとうございます。さすがです、お二人。じゃあ松浦さん、はい、まずはですね、いただいていいですか。作品を順番に紹介していきましょう。いやいや、ちょっと待ってください。いやいやいや急に回し始めた。なんで MC なんだよね、ここからですね、私が司会進行したいと思います。変わったんですか？では、皆さん、ちゃんと背中のほら抜けにポスターが、はい、遠藤君ちょっとかぶってるかぶってる、あかぶってるというか止まったわ。止まってるんですよすごいいい笑顔で止まってるから、これをぜひ使っていただきたい。すごい。で、状況がさあ、ここ聞こえる遠藤君聞こえる？声聞こえます。なロボットみたいな声が聞こえるの？いやなんかうん、どうですかね。ブチ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 言ってます、ね、なんかね、ちょっとイマイチだね。よくねえな。あ、来た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 。ちょっと、来た、ね、やっぱ松浦さんがちょっと MC するとか言い始めるからちょっと電波悪くなっちゃいました。ということで、はい、でここからですね、切り直しましょう。まあ、松浦さんの会いたい人全然仕切りませんね。松浦の質問コーナーの番ですよ。何？なんで？松浦さんの質問コーナーの番ですから、くださいよ、ちょっと。誰に会いたいですか？俺ね、誰だろうね。24時間でしょ？はい。はい。明日。誰だろうね。でも俺、死んだじいちゃんかな。それで、生死関係なくだったらね。はいはい、そう、可愛くてもらってたじいちゃんにやっぱ会いたいかな。と報告したよね。今や遠藤君とか森崎さんと語れるようなおじさんになれたよっていうのをさ、やっぱこう死んだじいちゃんに、まあ、自慢してやということで。一番の報告それじゃないでしょ、どう考えてもライベートの話ばっかり何を言ってね。ではここからですね、はい、ここから皆さん PR 作品を順番にね、はい、はい、あの戦争の最後の兵隊ですよ。終戦を告げられぬまま約30年間任務を遂行し続けた一人の兵士がいた。ジャングルから出ないって言うんです。命令が必要だと言うんです。
前らを救うんだ。連れてけ。教えてほしいんです。何かの役に立ったのか、それとも何の意味もなかったのか。玉砕は一切まかりにならん。はい、はい、彼は何を信じ、何と戦い、そしてどう生き抜いたのか。誰のことも忘れない。小野田さん、お願いします。話を聞かせてください。何親みたいなこと言ってんだよ。あなたのお父さん亡くなったの。車も経営も知らないお前が何をやるんだ。だってこのままじゃみんながお店残せんですかね。お願いします。お願いします。お願いします。俺らでラリーに出て、いなくてもちゃんとやれてるんだってアピールしましょう。ラリーですよ、ラリー。人生はレースだ。道から外れたら戻れない。兄さん、俺たちが出るのはレースじゃなくてラリーだから。ラリーっていうのはどんなにボロボロになっても転んでもまた元の場所に戻ってくる。人生はラリー。私はこの街が大好き。やっとやりたいことが見つかったんだよ。美穂、もう一回チャンスくんないかな。